人の前に敵などいない。ゾロゾロと並びやがって、なかなかの数なのだ。めんどくさい。ノイエ、エデンのためにもミルフィーさんを守り抜かなきゃ。アブソリュートのためにもな。お姉ちゃんは二度と渡しません。おぞましい月だ。これが古代の技術だ。ガズヤ、私を見ているのだな。私の剣でお前と皆を守ってみせる。ビッグレイダー攻撃開始。命中。よしと飲む。信頼しているぞ。任せろ。攻撃開始。攻撃成功なのだ。避けたのだ。当たったわ。回避なのだ。敵にダメージを与えました。イーグルゲイザー了解。撃墜した。行く手を阻む者は排除する。ガズヤの期待に応えよう。攻撃成功。敵石を撃墜。聞いただろ。当たりなのだ。ガズヤ、お前剣は使う。よし、命中したみたいね。当たったのだ。よし、わかった。敵に当たったのだ。ごめんなさい、失敗しちゃったわ。敵を見つけたのだ。このくらいなら造作もない。わかった。 OK だ。今度はこっちの番だ。敵高速艦の第二陣だ。気をつけろ。了解。当たったか。命中したわ。当たったみたいなのだ。カズヤ、共に頑張ろう。これで終わりだ。エクストリームランサー、当たりね。命中したぜ。わかった。オーケー。オーケーだ。で、目標沈黙。すぐに実行する。わかった。
よし、わかった。敵を倒した。ごめん、このくらいならどうしようもない。外れたわ。あら、カズヤが見ている。気が引き締まる。避けられちゃったわ。よし、わかった。オーケー。2番機、了解だ。パーフェクトだ。今日は息になく調子がいい。わかった。オーケー。受けてみよ、エクストリームランサー。命中なのだ。うまく当たったみたいです。わかった。すぐに実行する。なかなかの当たりだ。見ていたか？エネルギーが半分なのだ。目標の破壊に成功。よし、わかった。任せろ。だ、今のは効いたな。命中なのだ。損害を調べてくれ。容赦ないね。命中です。なのだ。エネルギー 50%。 まだいけか。エネルギーが半減しました。オーケー。イーグルゲイザー、了解。よかった、攻撃当たりです。ラッキー。2番機、了解だ。わかった。ターゲットを破壊。まだまだいけるな。やっつけました。今日は機体が軽い。良い結果が出せそうだ。お前と私がいれば攻撃に移りない。さて、撃つとしますか。あったあったもらった。全く容赦ないね。すぐに実行する。だって我が信念の輝き。ストリームレーダー。損害を調べてくれ。オーケー。オーケーだ。2番機、了解だ。当たりね。外れちゃったみたいに、ね。急所をついたようだ。攻撃成功なのだ。イーグルゲイザー、了解。承知した。何でも言ってくれ。わかった。
イーグルゲイザー了解。命中です。前段回避上手。イーグルゲイザー了解。敵にダメージを与えました。あたったみたいなのないって。数よ、当たりません。そろそろエネルギーを補給してほしいのだ。燃料 50%、 まだ余裕はある。よし、撃墜した。確認しました。すぐに本能弾幕、敵の増援を確認した。第三陣か、おかわり上等。わかった。敵を撃破した。次はどれだ。敵を倒したのだ。いってえな。補給が完了した。もう一度攻撃に戻る。任せろ。おっと、危ねえ危ねえ。よし、成功だ。次も当ててみせよう。どんどん指示を送るのだ。完璧に応えよう。軽いものだ。受けてみよ、エクストリームランサー。任せろ。わかった。敵を見つけました。イーグルゲイザー了解。さて、攻撃攻撃っと。OK だ。チャンスで命中なのだ。飛び切りの攻撃をしちゃいます。まだなんとかなるでしょう。聞いただろう。OK。すぐに実行する。きたきた、超すげーのかませるぜ。わかった。敵を倒した。そんなくらいならどうしようもない。再び敵の増援だ。ただし今度のは高速艦じゃない。そう、敵の本体が追いついたのか。当たったのだ。こ
この先は通さない。4番食い止めるぜ。攻撃成功。外れちゃったみたいね。わかった。承知した。何でもいてくれ。わかった。当たらない。敵にダメージを与えました。当たりなのだ。まさか僕に分かれるの。敵連中です。このくらいなら動作もない。倍なのだ。オーケー。任せろ。敵艦大破だ。次行くぜ。当たりました。敵に当たったのだ。会場だ。今日は負ける気がしない。補足。わかった。わかったわ。わかった。承知したわ。ターゲットを張る。2番機関全開。エネルギー 50% 回復したのだ。無理をしないで。感謝感激なのだ。補給終了。さて、モンスター暴れしてくるか。了解。ヘキサクロスブレイク。攻撃発射。オーケー。わかった。攻撃始めるのだ。攻撃成功。軽いものだ。痛いのだ。やったな。攻撃成功なのだ。オーケー。了解よ。うん、これで大丈夫よ。また行ってくるわ。わかった。パーフェクトだ。今日はいつになく調子がいい。よし、撃墜した。すぐにこの弾幕から脱出するんだ。よし、わかった。攻撃成功。当たったみたいなのだ。命中したぜ。2番機エクストリームランサーいけるぞ。いい具合に着弾したわ。当たりなのだ。敵にダメージを与えました。今なら命中なのだ。損害を調べてくれ。成功。わかった。承知した。だって我が信念の輝き、ストリームランサー。 OK。 4番機攻撃成功。大破。行くぜ。反応が素晴らしい。損害を調べてくれ。あったたた。まったく容赦ないね。オーケー。
わかった。うわ。当たらなかったわ。残念。カズヤ、こっちの援護を優先してくれ。わかった。了解。命中よ。攻撃。よかった。回避したぜ。攻撃当たりです。うむ、急所をついたようだ。当たるものか。オーケー。了解なのだ。ぬるい。前段回避。上々だ。うまく当たったみたいです。よし。よし、成功。了解。くわっ。うわっ。オーライ。了解。エキサクロスブレイク。ニードルフレシッド。敵を捕らったな。ちょっと気をつけか。オレ！くっ！敵艦大破！次行くぜ！オーケー。わかった。オレ！よし、撃墜した。すぐにこの弾幕から脱出するんだ。回避したわよ。ちょっと危なかったけど。よし、敵の被害は深刻なはずだ。攻撃目標発見。あれは敵ね。ターゲットを破壊。まだまだいけるな。はい、なのだ。ベレルはどうしてそんなに神様になりたいのだ。あ、カズヤが見てるの。赤いのボンバー。修理はいいのだ。おっしゃ、なのなのに、どんどん修理してほしいのだ。ま、応急処置完了なのだ。わかった。トスヤつけたぜ。やっぱ俺強えな。敵の全滅を確認。ご苦労だった。すぐに帰還してくれ。了解。ルーンエンジェル隊、戻りました。本当にご苦労だった。きつかったわね。もうあいつら後から後からうじゃうじゃ湧き出やがって。面倒だったのだ。歯ごたえがあったな。もういませんか。大丈夫ですか。ああ、今のところは。敵が突然現れました。突然。距離は33,000です。近い。スクリーンを映せ。まさか。いや、そのまさかだな。追いつかれるなんて。他に船は。反応ありません。ベレル艦と影の月だけのようです。緊急回答。主砲の射線にベレル艦を捉えろ。フルパワーで一斉発射。先制攻撃だ。
ベレル艦へのダメージゼロ。すべて直前で弾かれました。通信です。スクリーンへ。了解。無駄だよマイヤーズ殿。今私の船は影の月のシールド内にある。紋章機の攻撃であろうともびくともせんよ。そうかい、そいつは残念だ。にしてもその影の月ってのは大きさの割に足が速いんだね。お褒めいただいて光栄だよと言いたいところだが、もう貴様の工場に付き合うのも飽きたのでな、さっさと肩をつけようではないか。まあまあ、そっちも船はその一隻のようだし、ゆっくり行こうじゃないか。影の月を舐めていただいては困るな。影の月から戦艦が出てきます。どんどん数が50、60、全て高速艦です。この短時間で作ったっていうのか。大したもんね。しかも全て高速艦とは。こりゃ逃げられねえな。さあどうするね、ご自慢の紋章機を出すかね。うん、司令、出られます。ダメだ、まだその時じゃない。その時この上まだ勝機が訪れると思っているのか。笑わせるわ。今度こそ貴様は終わりだ。ゲートキーパーを逃がしたのもまずかったな。遠慮なく攻撃できるではないか。貴様を倒し、後でゆっくりとゲートキーパーを探せばよいのだ。さあ、さっさと降伏しろ。そうすれば命だけは保証してやる。ふん、断る。そうか、せっかくの私の良心も無駄にするか。お前に良心などない。ほう、この上さらに減らず口か。覚悟は決まっているようだな。いいだろう、ならば散るがよい。全艦主砲装填。なかなかいい戦いだったよ。さらばだエデンの英雄。撃てや。なんだと。よー、タクト、生きてたか。遅いよレスター、ちょっとギリギリすぎないか。まったく、こっちの苦労やら心配も知らんで勝手なこと言うな。クールガラス司令、敵巨大艦および要塞無傷です。何、クロノブレイクキャノンが効かないのか。ずいぶん強力なシールドを備えているようだな。そうですね。うわぁ、マイヤーズ、さあ、エデンゲート。ああ、開けさせてもらったよ。ノイエゲートを開くついでにね。でもお前の妨害波のおかげで連絡が取れなかったんだ。そこでミルフィーたちに伝言を頼んだってわけさ。ルクシオールがどの方向に逃げたのか、そこに気づかなかったのはまずかったね。えい、だからなんだというのだ。今巡洋艦30隻が生産完了したわ。たかが船1隻増えただけ、まとめてひねり潰してくれる。そう、たかが船1隻さ。空母だかな。私の場合、すでに懐かしいというレベルですわ。
してまた先輩方と靴輪を並べることができるなんて。舐めさせられた苦渋100倍にして返すよ。私を利用して悪いことしてたなんて許せません。パーンってやっちゃいます。タクト、クロノブレイクキャノンをもう一度撃つ。今度はリミッター抜き手だ。再チャージの時間を稼いでくれ。わかった。カズヤ。はい。ルーンエンジェル隊、ムーンエンジェル隊に合流。了解。みんな発進だ。了解。ブレイブハートの高速リンク指揮システムにムーンエンジェル隊を登録。敵艦隊をフルスキャン。データを各紋章機に転送。了解。さあ、行くぞ。反撃だ。ルクショールよりルーンエンジェル隊。はい。今から敵のスキャン結果を転送し同時にブリーフィングを行う。よく聞いてくれ。了解。これがミッションエリアのスキャン結果だ。やはり障害物は何もない。ルクショールはここ、そして敵戦艦の配置はこうなっている。ミッション目標は敵艦の全滅。かなり数が多いがこちらの戦力も倍だ。蹴散らしてやれ。以上。次のクロノブレイクキャノンの発射はリミッターを解除して行われる。かなりのパワーになる。巻き込まれないように注意するんだ。了解。よし、合体だ。